こういったね、水汲みバケツ、これにね、こうロープをね、もやい結びでね、結んでいきましょう。まずね、このバッカンのこの取っ手の部分ね、ここにね、結んでいきましょう。このロープを、先っちょを、ね、ロープの本線の上に乗っけます。これ、ね、6っていう数字みたい。上に乗っけます。これ乗っけたら、バッカンのね、この取っ手の部分に通します。先を。先を通したら、バッカンにね、この下から、今作ったバッカンに下から入れて、ここね、下から入れて。輪っかにね、下から入れるだけです。下から入れて、で、先っちょこのね、本線の下から回し。もう一回下から回して。で、真ん中に、折り返してね、真ん中に入れます、これ。真ん中に。そしたら、あとは本線をゆっくり引っ張る。これでね、もやい結び、引っ張ってもね、外れないですが、外すときはね、このクロスしてる、ここの部分と、こっちのクロスしてる部分を引っ張れば、簡単にね、ほどけます。6という数字っぽいのを作って、通します。輪の下から入れて本線に下からまた回して真ん中のね輪っかに入れてこう押さえてあとはこう引っ張るだけ。ちょっと外すときはこっちとこっちクロスしてるとこを引っ張れば外れます。